皆さん、こんにちは。今日は、中条あやみさんが魅惑のラーメン店をご紹介する特別な YouTube ニュースをお届けします。俳優モデルの中条あやみが、今日20日放送の関テレフジテレビ系特番、鶴瓶サンドの夏旅、思い出巡り陰京と午後4時5分から5時20分に出演する。 小福亭鶴瓶かけるサンドウィッチマンによる恒例特番の第五弾。今年は夏の京都で鶴瓶の原点を巡る。中条は京都が大好きなスペシャルゲストとして登場し、激ハマりしているといううどん店の絶品ラーメンを堪能。鶴瓶と仲良しトークを繰り広げるが、サンドウィッチマンから過去の行天エピソードを聞くと、実は私も被害に遭っていて、 と突然の告白。富沢岳氏も思わず、気持ち悪い、と吹き出した、鶴瓶の不可解な行動が明らかになる。番組ではこのほか、鶴瓶が学生時代によく通ったという上鴨神社近くの和菓子屋や、アルバイトをしていた老舗旅館、デビュー当時にラジオ番組を持った KBS 京都などを訪れる。 学生時代の同級生や二人三脚でラジオを作った恩人が当時の破天荒秘話を明かす。ロケを終え、鶴瓶は本当に楽しかったですし、京都を巡らせてもらえてありがたかったです。まだ仕事がなかったデビュー当時、最初に僕を起用してくれた KBS 京都の恩人と会えて嬉しかったです。若い頃は好き放題に暴れて、 周りにたくさん迷惑をかけていたことを改めて聞いて反省しました。と振り返った。伊達美きが今の鶴瓶師匠の人柄が形成されたのが京都なんだと知りました。大学時代の同級生や KBS 京都の方など師匠を作り上げた人たちとお会いできたのが面白かったです。NHK では 家族で楽しめる素晴らしい旅番組を長年やられていますけど、あれだけ破天荒な若い時期を過ごして、よくやっているな、と。昔の師匠を知っている京都の人はみんなびっくりしていますよ、と笑うと、富沢は、皆さんの証言を聞くと、やっぱり師匠は昔から面白かったんだなって。あれだけのことをしても友達が離れていかないでずっと付き合っているのは、 本当にすごいことだと思います、と感心。そして中条は初めて呼んでいただけて、私の大好きなラーメンまで皆さんに食べていただけて、本当に嬉しかったです。師匠みたいにもっと人生を謳歌しないといけないなと気づかされました。笑いと語り、今後訪れたい場所に、私は師匠のお家にお邪魔したいです、と笑いを誘った。 チャンネルの登録と通知ベルを押して最新のニュースをお見逃しなくこの出来事について皆さんのご意見や思いをコメント欄にお寄せくださいではまた次回の動画でお会いしましょう